皆さんこんにちは。この美しい夜に、水のように柔らかな月明かりの下で、中秋節にまつわる感動的な物語を皆さんにお届けしたいと思います。そして皆さんに心からのご挨拶を申し上げます。昔々、天には10個の太陽がありました。それはすべて天帝の息子たちでした。毎日一つの太陽が交代で空に現れ、地上に光と暖かさをもたらしていました。しかしある日、10個すべての太陽が一斉に現れ、地上は耐え難いほどの暑さになりました。川は干上がり、作物は枯れ、動物たちは水を見つけられず、人々は大いに苦しみました。その時、勇敢な射手豪がみんなを救おうと決意しました。彼は高い山に登り、天の太陽に向かって紙の弓を引きました。全力を尽くして次々と太陽を射落としていきました。豪は9つの太陽を射落とし、最後の1つだけを残して地球の温度を正常に戻しました。人々は豪に深く感謝し、彼を偉大な英雄と称えました。天帝は豪の功績を認め、彼に不老不死の薬を与えました。この薬を飲む者は天に昇り、永遠に若く不死となることができました。しかし豪は愛する妻ジョーガを残して天に行くことを望まず、その薬を彼女に預け、誰にも知られないようにと頼みました。ある日、豪の弟子オーモーがその薬のことを知り、欲に駆られました。彼は豪が留守の間に家に侵入し、ジョーガに薬を差し出すよう脅しました。窮地に立たされたジョーガは、その薬が悪い手に渡らないように薬を飲み込みました。するとすぐに体が軽くなり、彼女は宙に浮かび上がり、天へと飛び去りました。そして最終的にジョーガはガツに到達し、月宮殿の天女となりました。ゴーが家に帰ると、ジョーガがいなくなっていることに気づき、彼の心は悲しみに包まれました。彼は明るい月を見上げ、月の中からジョーガが微笑み見かけているかのように感じました。ゴーはジョーガを偲んで、彼女が好きだった食べ物を庭に備え、再会できるよう祈りました。人々はこの感動的な物語を知り、陰暦8月15日、月が最も満ちて明るい日に家族と集まり、月を眺め、月餅を食べながらジョーガを思い、家族の再会を願うようになりました。この伝統は今日まで続いており、中秋節は再会と幸せを象徴する祝日となりました。私たちは家族と過ごすすべての瞬間を大切にし、この美しい時間を一緒に楽しみましょう。ご視聴ありがとうございました。この中秋節の物語が皆さんに温かさと感動を届けられたなら幸いです。この動画を気に入っていただけましたら、ぜひいいね、シェア、そしてチャンネル登録をお忘れなく。今後ももっと面白いコンテンツをお届けしますので、どうぞお楽しみに。皆さんが素敵な中秋節を家族と共に過ごされますように。また次回を会いしましょう。